成城のバイパスの方に行く交差点かな。このこっちまで入れるとだいぶ車通りも多くなりますからね。でこの道ずっと行くと道の駅があってっていうような道通りですね。こっちの駅まで回ろうかな、どうしようかな。1キロやから歩いて歩いて20分ぐらいか。スープの店でいい気がしてきたけど、よし、あ、地下通路があるじゃん。やっぱあれですよね、地下通路見つけたらやっぱ入ってきますよね。特に名称もなんもないのかな。へえ。すぐそこに交差点あるんやけど、あれかな、通学路用に作ってあるのかな。シェルター、ちょっと行こうかな。よいしょ。新郎住む駅の方に出てくるのか。なるほど。まあ13時過ぎまで来ないと大丈夫あれですけど、9時からか、9時からか、まだ開いてねえな。ここから先にちょっとあるのかな、お店が。ああ、じゃあ今まで通ってきたところか。裏手にちょっと神社があるんですけど、旅の祈願をしておきましょうか。丸ピンとこか。スッと行くと先にあるみたいだけど。どこだ？あとからやろう。どこ曲がったんですか？ここか？これか？地図やとめっちゃ細そうに書いてあったけど、そんなにそこだね。まあ、言うて結構新しい建物も多いですからね。よっしゃ。ね。パレットに押さえたんだよ。映ってんのこれ。よし。
神社あった。せっかくね、ちょっと旅の安全祈願でもしてきましょうか。よいしょ。一応旅ここからスタートですからね。すでにゴール感がありますけど、広い。めっちゃ広いやん。まだちゃんと気色がある。これどっちか先やった方がいいな。いいですね。よし、地元の神社って感じですね、うん、あ、そっか、瀬戸地来るか、ちょっと待って、ちょっと行ってきましょう。佐藤神社というのかな、そこに由来書いてありますね。結構立派な神社ですね。あれは三里神社かな。まだあれですね、金長島町の時に作ったやつなんでしょうね。合併前の、そうですね、北村区の金長島町ですからね。そう、金長島町と昔は伊勢のね、今から行く長島も、長島町だったんで、非常にそれはそれでもう自治体かね、私名前の自治体が2つあるんでね、結構なかなか珍しいことになってましたけど、一説には92代岡本天皇後期1942年と伝えられており、後期1942年ってことは今が2670ぐらいですね、後期。後期、1940年が、後期2600年なんで、そこにプラス80プラスやろ。だから2680ですよね、今。2680ってことは、82年か。700年ちょいと、だいぶおかしいですね。ってことは、700年ちょい前っていうと、安土桃山時代ぐらい。守る神社というか、それから明治の後期まで名前になったんですね。立派だ。じゃないですか。春の日に、長島から長島へ行くというとこ。あ、これが欲しい。あ、ご神木もあるんですね。立派ですね。